シモアフリートのケイ君じゃないですか。もしもアフリートのケイ君。<laughs> もう年取りましたね、僕もね。年取って誕生日になっちゃいましたね。はい、ということで、今回ですね。あの <laughs> はい、今回ですね。はい、今回ですね。まあ、光くん君、まあ、いいや。あの、そうそうそう、あの、えっ、ー、と、マフィア D のね、コンサルを10月ちょっと販売しようと思うんで、今、あの、コンサル受けてるじゃないですか。ちょっと音声対談をね、あの、ケイ君と撮りたいなと。 君僕のコンサル毎週受けて、えー、何が変わったのか何を得たのかっていうのをねちょっといただけると助かるかなというところでまあいつだったけ今回もう次の金曜日ですね多分2日明日か明日じゃないですか明日収録できるじゃないですかあ明日明日明日はちょっとあれかなまあ10分15分でもいいんであのお願いします <laughs>、はい、10分15分撮れればいいんで収録お願いします これ音声対談 K 君と初めてじゃないかな。どうなんだろう。僕結構いろんな人やってるんで、ちょっと忘れちゃってるんですけど、もしかしたらおそらく初めてなんじゃないかなと。どうですか,だかこの。この前ね、あの、ビット君っていうことを撮ったんですよ。で、その間もう、あの、1000万プレイヤーになったんですけど、あのー、K 君、どうやねん、みたいなね。<laughs> 収入、収入何十円かなわかんないけど。<laughs> ね。ちょっとあの、もしもアフリエート1位でいきますか。 もしもアフリエート検索ランキング1位みたいな。<laughs> あの、o g l e じゃないけど、みたいな。<laughs> ま、いいやとりあえず、あの、なんだ、セッションお願いします。誕生日プレゼントお願いします。あ、そうそう。あとね、あの、誕生日プレゼント逆プレゼント企画もやるんで、今からちょっとレター作りますけど、今からレター作りますよ。ね。今からレター。<laughs> もう逆プレゼント。本当はね、僕ね、有料で売ろうかなと思ったんですけど、まあ、逆プレゼントでいいやと思って。<laughs> 逆プレゼントね。 誕生日なんで、僕が誕生日なんで、あの、プレゼントします、みたいな。<laughs> そう。今日からね、あの、一週間まあまあ、5日間か分かんないですけど、ちょっと曜日は分かんないですけど、あの、逆プレゼント企画をやります。今からレター作って。これもう完全に思いついたらすぐやるっていうね。そう。まあ、本当はね、売ろうと思ってたんですけど、まあ、誕生日じゃないですか。で、誕生日なんで、だ誕生日キャンペーンをやって売り上げを作るのか、 でもそれともプレゼントをやるのか迷ったんですけどこれは逆をいけとそうまあ結構もう僕毎月やっててそういえばプレゼント企画やってないなと思ってもうここはもう誕生日でしかも面白いじゃないですか逆にプレゼントしますよみたいな <laughs> いやプレゼントいらないんでプレゼントあげますみたいな <laughs> そうおめでとういらないんでおめでとういらないんで早く稼いでくださいみたいなこれこのプレゼント受け取って早く稼いでおめでとうじゃなくてお金あげますって言ってくださいみたいなね <laughs> そう <laughs> まあ、とりあえず、おめでとう言うんだったら、早く稼いで、あの、上納金よこせみたいなね <laughs>。まあいいよ。まあ、まあ、レターはどう書くか分かんないですけど、ちょっと今から書きますから、こうご期待ですね。K 君も、真似しましょう自分が誕生日の時は、キャンペーンをするか、プレゼント企画するか、逆プレゼントですね <laughs>。まあ、どっちでもいいと思います。結局、 そのキャンペーンをして、その、えー、今お金を取りに行くのか、それともプレゼントをかまして、お客さんの信用を稼いで、その後お金を稼ぐのか、結局その順番が違うだけなんで、わかりますだからケイ君もやらないとダメですよ。誕生日逆プレゼント企画。多分ね、これやってる人はあんまいないんじゃないかなと思いますけどね。どうですかね。<laughs> 誕生日なんでプレゼントします。どういうことやねんっていうね。<laughs> 僕が誕生日なんですけど、みたいな。 僕誕生日なんでプレゼントしますみたいな。んみたいな。面白いでしょ。まあいいや。ああの企画あの、対談ね。お願いします。ケイ君。ケイ君。ケイ君。K、<laughs> ちゃんとブログやってます、はい、僕もねあの、ブログ継続しても10ヶ月経ちましたねそう。今日はもう書きましたけど、今日はプレゼント企画の思考のシェアを書きましたけどね。うん はいということで、えー、金曜日、明日、対談お願いします。では